リリエンの井原と申します <coughs> 今日は久々の,あの j ラグのオンサイトということで非常にあの喜,喜ばしく思います私の方からは IO のベンチマークとあと、まあ、ラスターの性能改善を、まあ、最近非常にまあやってますのでちょっとそういった部分をご紹介できればと思っておりますまず IO 性能と一概に言ってもですね、まあ、IO 性能自体は皆さんそのストレージを選択する際に非常に重要な 要件の一つだというふうに思うあのご存知だと思うんですけども、まあ、一概にその IO 性能といっても、まあ、その範囲というのは非常に多岐にわたっているので、あのまあ、何をもって IO 性能というかというのは非常に難しい部分はありますで、じゃあ、それをあの、まあ、性能を測定するために、まあ、ベンチマークをやると思うんですけども、まあ、そのベンチマークも非常に複雑でして、あのまあ、あのストレージのベンチマークというのは、単純にストレージだけではなくて、 ネットワークもありますし実際、その IO をするクライアントも関係してきますしそういったものもあるので単純にそのストレージのハードウェア、ソフトウェアだけを見ればいいというものではないということです。あとそのベンチマークツールに関しましても世の中で非常に多くのベンチマークツールストレージに関するベンチマークツールもありますしそのベンチマークツールを持っているかといってそのベンチマークツールを使ってどういう IO のワークロードを生成するとそういったものの手間も非常にかかるというふうに思っています。 なので、あのまあ、ストレージシステムをまあ正確にあの、まあ、理解するということは非常に大事だということが分かるんですけども、まあ、実際、のどのように IO をすればアプリケーションが速くなるのかとか、あとまあその購入した、まあ、もしくは導入したシステムがあのどういった得意性を持っていて、まあ、得意、不得意な IO というものはどういったものかといったもので、まあのまあ、IO ベンチマーク、性能に関しても難しさがあるということはご存知かとか皆さんもお分かりになるかというふうに思います。でまあ、そういったのころもありまして、まあ、HPC の方でもあの、まあまあ、IO のベンチマークを標準化しましょうというような動きがこの5年、6年ぐらい前からありまして まあ、HPC の世界ではトップ500だったりとか、まあ、グリーン500だったりとか、まあ、いろんなその500のシリーズがありますけども、まあ、その目指すべく、ねまあ、IO500 というものを5年ぐらい前に作られましたともともとは HPC のワークロードを想定した IO のベンチマークスイートとして、えっとまあ、標準化したものを作りましょうと。 でまあ、テストの種類としましては、まあ、あのその全部を網羅すると非常になかなか難しいので,す難しいのでまずはその IO の帯域とあのメタデータ性能あとそのメタデータの、まあ、サーチですよね、まあ、それに特化して、えっとまあ、ワークロードを、まあ、策定したとで、まあ、それぞれのテストにおきまして単純にそのヒーローのベンチマーク、まあ、すごくいいベンチマークだけを取るのではなくてですね、まあ、むしろその えっと、ストレージシステムからしてみれば一般的には非常に不得意と思われるようなベンチマークも、まあえー、設定したということになりますなのでそのヒーローとまあアンチヒーローのベンチマークが存在するで、まあ、複数のまあベ,ンチマークベンチマークを流すわけなんですけども、まあ、その単一のまあベンチマークの結果がまあ非常にいいからその全体的にいいということじゃなくてですねあのまあ標準変形を取りましてあのまあそれぞれの IO に対してまあうまく 振る舞っているものが非常に高くなるような傾向なものになっていると、まあ、そういう基準になっているということです。で、まあ、その登録は自由にできるようになっていまして、まあ、登録したものはベンチマークの結果として、あのまあ、ランキングするような形になっています。で、まあ、最初のリストというのが、の SC の17で、まあ、今からちょうど5年ぐらい前ですかね、最初のリストが作られたわけなんですけれども、その中にはあの、クライアント数を特に問わない。 えとまあ、フルのリストとあのクライアントの数を、まあ、10クライアントに制限した2つのリストが存在しますとであとまああの、まあ、後で少しお話し,しますけどもあの登録するものはです、ね、別にプロダクションだろうがそのテストの環境だろうが、まあ、そのオンプレだろうがクラウドだろうがあのテンポラリーに作ったファイルシステムだろうが特に問わなくて、えっとまあ、誰でも登録どんなものでも登録できるといった形になっている、まあ、ちょっとそれが若干問題になりつつあるというのが現状です <laughs> でまあ、どういうことをやっているかということをもう少しちょっと細かくお話しますとあの皆さん、ベンチマークあのーする際に、まあ、結構そのヒーローのベンチマークがやられると思うんですけども IO500 の方でもまあその簡単なベンチマークは Easy ーーと呼ばれるもので、まあ、むしろそのストレージ性能のまあ一番いい性能を出すための、えー、ベンチマークになっています。で そのバンド幅に関しては IOR という、まあ、これもよくずっと使われているんですけれどもその IOR というものを使ってあのベンチマークをバンド幅のベンチマークをやっていますでそのヒーローを出すためにあのあヒーローを出すためにプロセスごとにファイルを生成して、まあ、IO サイズは自由にしていいですよと、まあ、その代わりまあ一番高い性能を出してくださいと。 というもの IOR ハードというものはです、ね、むしろ逆に非常に難しい IO になっていましてあの今までそのプロセスごとにファイルを作ってたんですけども単一のファイル単一の共通のファイルに対して全プロセスが書き込み読み込みを実行するとその際の IO のサイズが非常に小さい4 7キロと8バイトといったところでよくその ストレージシステムってページサイズにアラインしていると非常に早いということがあるんですけども、これはそのページサイズにアラインしてないあの IO サイズでやらないといけないというような条件がありますとあと、そのメタデータの方は、これもよく今まで使われてたんですけども、MD テストと呼ばれるそのベンチマークツールがありまして、それを使ってえっとあるワークロードをせまあ2つ生成して、e、Easy と Hard のベンチマークのワークロードを生成して、それぞれやってい でイージーの方はプロセス、こちらもプロセスごとに、えー、ゼロバイトのファイルを、まあ、自由に作って、それに対する書き込みと参照とデリートを行う。ハードに関しては、こちらもそのあの IO のバンド幅と似てるんですけども、逆に今度一つのディレクトリに対して、全プロセスが、えー、書き込み、参照、リード、デリートを行うといったところで、まあ、非常にそのストレートとしては一般的に言われるとあの非常に難しい IO になっている。 最後にその作ったファイルをファインドしてメタデータのスコアを出すと。バンド幅はバンド幅で相乗平均を計算してそのバンド幅のスコアを出してメタデータはメタデータで相乗平均を出してメタデータのスコアを出します。最後にそれをまた相乗平均を取ってスコアを出して合計のスコアでランキングをしましょうといったものになります。 で書き込みはですね、まあ、その条件としては特にあまりなくて、まあ、書き込みを5分以上やらないといけないというところとあとその書き込んだものはちゃんとそのパーシステントなディスクに保存してくださいよと、まあ、メモリーに保存してその後また読んだりするのはだめですよといったところとあとまあクライアントのキャッシュは使えないようにコントロールされているという形になっていますで、まあ、そういったベンチマーク、まあえーまあ、IO500 としては作ったんですけれども 今、5年間少しずつ運用し始めてそのトレンドと少しずつ見えてきたものがあるのでちょっとそのあたりをご紹介できればと思いますご存知のように先ほど言ったのは一つのワークロードなのでそのスコアが非常に高かったら全ての性能問題が解決するかというとそういうわけではないですがあくまでも HPC における一つの用のワークロードに関してピックアップしたもので まあそれに対してはまあ非常に高いものを出す可能性はあるといったものは見えてい、まあ、あとそのテストに関してはまあそれぞれのテストがまあ順番に行われるので、まあ、よくあるそのプロダクションではまあ複数のユーザーが複数のアプリケーションをまあランダムに実行していますのであのじゃあそういうの複雑な環境での性能がどうかといったところは見えるわけじゃないので、まあ、少なくとも一つずつのワークロードに関してどれぐらいの性能が出るかといったところしかまあ見えない部分はあります。 でまあ、最初にも言いましたように、まあ、どのようなファイルシステムでもあの結果的にその IO500 が動いて正常な結果を出して、えー、スコアが出れば基本的にはあの登録可能な形になっているという形であの、まあ、ストレージ環境にも非常に依存してしまいますと、まあ、ある意味、後ろのストレージシステムがどんなものであってもある意味、えっと、IO500 が実行できればいいといったものになっています。だむしろ逆に言うと IO500 以外のことが動かなくても IO500 が動けば、まあ、一応サブミットできるというようなものになっているので、まあ、そのファイルシステムとして他のケーパビリティを持ってなくても、まあ、IO500 が実行できるケーパビリティがあれば動くというものになっているので、まあ、若干、そのあたりがあの難しい部分になってきてあとまあそのトップ500とかは、ね、CPU の理論性能というのが大体分かっているので、まあ、理論性能とその実行性能を比較するとその自分の,その、まあ 計算能力はどれぐらいかというのが、まあ、結構分かりやすいんですけども、そのストレージの,その理論性能というのはなかなか非常にこう出しづらい部分があるので、まあ、その出た結果とその実行性能のまあ割合というのを、実行性能の効率を出すというのはなかなか難しい部分があります。で、まあ、そういったこともあって、ですねあの今、あのまあ、聞き慣れないファイルシステムという、まあ、よくあの分からないようなファイルシステムというのも、まあ、多くサブミットされてきているようなところになっていて、あのまあ、そのコミュニティの方でも、 あのプロダクションとプロダクションじゃないもののリストを分けましょうという話はあったりするんですけども、まあ、それも難しくて、まあ、何をもってプロダクションかというのが非常に難しいです、まあ、クラウドなんかはもう常にプロダクションなので、まあ、クラウドのサービスとしてあの1つあのそれが実行できればそれはそれでプロダクションになってしまうので、まあ、なかなかそういった部分は難しいです、まあ、そういったところもあって、まあ、ちょっと5年間運用している中で、まあ、ちょっとそういった リストを見るためのちょっと注意しないといけないというのは非常に出てきているというところが正直なところでただ、ベンチマーク自体のアイデアは非常に利用できるところがあるのでちょっとそういったところをうまく活用していきましょうと 100%IO500 のワークロードでは同じじゃないんだけども例えばその共有ファイルに対しての書き込みでそんな小さい IO サイズじゃなくて大きい IO サイズで IO しますよとかちょっと一部をちょっと変えてみてちょっとそれを測ってみるとかですね。 まあそのクライアントキャッシュを使わないとかですねクライアントキャッシュを使ったときの比較だったりとか、まあ、そういったところでまあいろんなところでアイデアは利用できるところが多数あるので、まあ、ちょっとそういったところを活用できればなというふうふに思っているのがまあ正直なところです。じゃあディ e ンとしてまあ私としてもですね、まあ、どうやってその活用しているかというようなところをちょっとご紹介すると、まああのまあ、5年間ずっとこうやっているので、まあ、あと同じベンチマークなのであのまあ一貫性のあるベンチマークがずっとこう取れますよと。 でまあ、あの規模をある程度その固定化すれば、あのまあ、そのベンチマークツールを流して、まあ、性能の劣化があったりとか、まあ、ハードウェアを変えたら、性能が向上したとかですね、まあ、そういったところが、まあ、その時間軸でこう見えたりする部分があるので、まあ、そういったところは非常にいいですよと、あと、性能の課題というのも、非常に明確化されるので、まあ、どういったところをそのファイルシステムとしては改善しないといけないのかとか。 まあそれ以外のテクノロジーとかソフトウェアの変更とかでできるかといったところが、まあ、あのきっちり分かってくるというのがいいところですとであとそれを改善した場合にそれをデモンストレーションしたりとか最終的にその製品の反映するとか、まあ、そういったところで、まあ、うまくその製品のサイクルにあの適用できることになるんじゃないかというふうに思っていますと、まあ、あとあの、まあまあ、私がテストしているのはもういつもその10クライアントのテストしかしていないので まあいかにその、まあ、HPC だと今までそのすごい大きなクライアント数からそのストレージ性能を出すということはできてたんですけどもじゃいかにその少ないクライアント数で最大性能を出すためにはどうすればいいかとかですね、まあ、そういったところも HPC 以外ではよくあることであの機械学習とかだと少,い少ないクライアント数で高いストレージ性能を求められるので、まあ、そういったところも非常に有用かなというふうには思っていますあまあと IO500 時代を通じてですね、まあ、IO の性能の理解を非常に深ま,深まりますし あのまあボトルネックをどうやって特定できるしていくかとかですね、まあ、そういったところはその実際のプロダクションにもあの通じる部分があったりしますしあとまあその、その中でまあトレーサビリティですよねあのどういったところが問題になるかというとトレーサビリティの改善をしていくとか、まあ、そういったところでも非常にあのまあ活用できるところは多くなるといったところであのあ弊社としては1台のストレージアプライアンスに対してまあ10台のインフィニバンドで接続されたクライアントで、まあ、ずっと継続的にベンチマークしていますよ。 でまあ、あのこちらはちょっと一つのサマリーなんですけども、まあ、実際あの、テスト始めたのはその19年から、SC の19年からなので、まあ、3年ぐらい前からこう継続的に、まあ、毎回じゃないんですけども、継続的にやっていますと、もともとはです、ね、まあ、これちょっと細かくお話ししませんけども、まあ、スコアとしては、そのまあ、計算された、その標準化されたスコアとしては34ぐらいしかなかったんですけども、その最新の,、まああのリストで、まあ、この前、サミ、えーまあ、ットしたものは133まで上がっているんですよ。 まあ主にそのメタデータの向上というのが大きいんですけれども、まあ、当然その過程であのハードウェアのプラットフォームをアップグレードしてるんですけれども、まあ、そこでは CPU のコアがえー25%分増えたとかっていうしかなくて、まあ、ハードウェアとしては、一番最後と今では大体1.5倍ぐらいの性能を持っていますと、まあ、それにもかかわらず、ですね、まあ、メタデータの,ささあの性能としては、3倍から5倍上がっている部分があるので、まあ、そういったところはそのソフトウェアの改善でまあかなり大きくなってきたてるてことか。 といったところで、まあ、非常にその時間軸で見ていくとあのまあここがまだ課題だとか、まあ、ここを改善していかないといけないとか、まあ、ちょっとそういったところがまあ非常に分かるのであのやりやすいですといったところはありますじゃあ今日はです、ね、その中でまあ3つあのどういったものを改善したかっていう、まあ、ラッサーに関して改善したかというところをちょっとご紹介できればと思っています、まあ、1つはあのリードの性能をまあ向上したそのリードアヘッドの改善ですね でもう1つはあの、マスターってこの複数の OST、そのターゲットに対してストライピングできるんですけども、まあ、ストライピングの,その制限があったんですけども、まあ、それをうまく改善して、まあ、大幅なその共有ファイルに対する性能改善をしたといったところと、あと今、これ、今やってるんですけども、あのメタ先ほど o オレグの話もありましたが、そのバッチのメタデータのオペレーションを、少しずつそのバッチ化していってる部分があるので、ちょっとその部分に関して、ご紹介できればと思います。 あと、それ以外にもですね、まあ、ラスター以外にでもですね、あのまあそのテストをしていく中で、まあ、例えばその Linux のカーネルの,あの制限だったりとかですね、まあ、今でもその制限があったりするんですけども、例えばその1ディレクトリに対して、複数のプロセスが、ディレクトリの中身を同時にその更新するということは、今のところ、VFS のレイヤーで許可されてないんですけども、あのそこはシリアライズされてるんですけども、それに対して、パラレルのアップデートをできるような、そのカーネルパッチが今やっと出てきていて。 まあ、そのいった部分で、あの、まあ、制限があったりとか、まあ、それをた、まあ、回避するためにはどうやればいいかとかですね。まあ、そういったところを、あの、まあ、シンギュラリティをうまく使って、あの、複数のマウントポイントを使って、まあ、ラウンドロンビンにすると、ま、うまく改善しますよとかですね。まあ、ちょっとそういろんなこのワークアラウンドを見つけたりとかですね。まあ、そういったところのチューニングもあったりします。あと、メタデータのスキャンもですね、まあ、本当にもうメタデータのスキャンをしたければ、その、クライアントからではなくて。 そのメタデータサーバーから直接そのスキャンした方が早いので、まあ、ちょっとそういったツールを開発したりとかですね、まあ、そういったことをするによって、まあ、一般的にそのファインドを実行するよりはその20倍ぐらい、まあ、早いあのメタデータのスキャンができるようになるとかですね、まあ、そういったところでそのラスターと直接は関係ないんですけどもあ,の、まあラスターの周辺のツールだったりとかその環境をえっと変えることによって、まあ、あの向上した部分もあったりします。 でまたちょラとあのほうの,の話に戻りましてあのこれちょっと若干そのラ,ラスターに関しては一般的な話になるんですがストライピングというような仕組みがありますストライピングというのは,、まあ、うのはその1つのファイルをまあ複数のストレージターゲットに対してまあ分割して、えー、まあファイルをまあ書き込み読み込みをできますよというところですで今まではです、ね、その例えば自分のストレージのデバイスターゲットがまあ4つしかなかった場合はそのストライプの数もまあ4つまでしか制限されていたんですね なのでその4つがその最大の,そのストライプのえっと数でした、まあ、まあ OST と呼ばれるその OST の数がもう最大数だったんですけども、まあ、それだと、ですね例えばあの4つ、まあ4プのあの、プロセス以上のプロセスから同時に1つのファイルに書き込みをする,ことすると、その4つの OST、まあ、その1つに対しては、例えばその今回の場合はその8プロセスから4つの OST に書き込むときは、 どうしてもその4つのオブジェクトのターゲットしかないので、まあ、1つのオブジェクトターゲットに対してはその2つの,あの、まあ、コンテンションが走ってしまいますといったところでそのどうしてもその共,有ファイルあ共有ファイルに対して分割していったときにその最後のオブジェクトがその、まあ、競合が発生してしまうというようなまあ問題があります、まあ、それもですねそのオーバーストライピングというようなまあ機能を追加しまして まあ必ずしもそのストライプの数は OST の数とイコールではありませんよと、まあ、その OST の数を超えてストライピングすることができますよというような機能が入って例えばその OST の数が4つだとしても、まあ、8ストライプすることによってそのプロセスごとにその8分割4つの OST なんですけども8分割されてそれぞれのプロセスはそれぞれの えっとまあ、オブジェクトに書き込みすることができるので、まあ、非常にそこの部分のコンテンションが小さくなったといったところのまあ改善があります。まあ、これによってですね、まあ、実際性能評価をしてみるとこれは 8OST に対して、まあ、8ストライプをした時ときと 8OST に対して512、まあ、オーバーストライピングしたときのものになるんですけども、まあ、8OST のときはですね、まあ、当然その512プロセスからこれは書き込み読み込みをしたんですけども512プロセスから プロセスから書き込みをするとその一つのオブジェクトに対してはその64プロセスからのコンテンションが入ってしまうんですけどもオーバーストライピングすることによってそれを完全に排除することで性能が34倍向上することができるといったところの非常に大きな性能向上が出たといったところになります次にそのリードアヘッドなんですけどもそのラスターのそのリードの性能非常に今までも良かったんですけどもあの、まあ、ラスターもそのリードアヘッド ずっっともう長年使てていてあのシーケンシャルな読み込みであれば比較的その、まあ、そののまあリーダーヘッドどうやってやってるかというとあのまずはその IO のパターンを検知してそのパターンができればそのパターンに次、まあ、読まれるようなものを先にどんどんこうプリフェッチを増しておくよとでただその問題としてはちゃんとその読まれるものがちゃんと正しくあの フィットするか、まあ、そのマッチするかというところが非常に重要で、まあ、シーケンシャルなリードに関しては今まで非常によく振る舞っていた部分もありますで。連続して読んでいってると、たぶん次もここを読むだろうなというのがわかるので、比較的その,あのプリフェッする側も非常に楽でした。ただ、その IO500 の方ではストライドリードと呼ばれる IO パターンを使っていて、これ何かというとプロセスごとにとびとびでこう読んでいってます。 なので、そのプロセスごとがその順番に読んでいくんじゃなくて、まあ、その順番に読んでいってるんだけども、読むところが飛んで順番に読んでいってるというような形になっていて、まあ、これはあの、マスターのストライトアヘッドが今までその検知できなかった部分なんですね。なんで、まあその部分をまあサポートしましょう。あと、もう一つは、あのまあ、これはその,の IO500 特定、あの あの得意なものなんですけども先ほどお話したそのページのサイズにきっちりアラインしているものは比較的そのキャッシュミスが起こらなかったんですけどもあの、まあ、これページのサイズにアラインしてないものなので、まあ、比較的そのキャッシュミスが非常に起こりやすくなってしまっているなのでこれもあのページ単位からあのプリフェッチするんじゃなくて、まあ、バイト単位に変更しましたといったところがまあ大きな感じになりました、まあ、これによってですねあの、まあ、シーケンシャルのリードは今までもあの非常に左側のグラフなんですけども 非常にあの今まででも非常に良くなったんですけども青の,青のグラフはあの、えっと、改善前ですねでオレンジ色の方が改善後ですと。で、まあ、ラスター2.13まではですねあのこのスト,ライドストライドリードに対してのキャッシュのヒット率っていうのは9%しかなかったんですけどもそのラスター2.14からは、まあ、これの、まあ、エンジンを実装して、まあ、ストライドリ,リードをですねうまく検知して。 でその読んだものがまあほぼ使われるキャ,キャッシュのヒット率はまあ88%まで上がって、まあ、性能も大きく向上したといったところがあるので、まあ、読んだものは読んでるんですけどもそれをちゃんとあの有効活用できるような形になっているので、まあ、リーダーヘッドの改善でまあここまで大きく成長ができました。で最後にそのバッチとのスタッターヘッドこれは何かと言いますとあの、まあ、先ほどのオレクの話もありましたが あの今もそうなんですけども今のラスターのメタデータのオペレーションって基本的にはその非動同,同期の処理を行っていますと例えばその1万ファイルがあるものに対してそのスタッツのオペレーションをすると、まあ、基本的にはその1万のスタッツのオペレーションを、まあまあ、毎回、まあ、あの連続してまあ送ってるわけなんですでどうしてもそれだとそのネットワークのレイテンシーにまあ依存してくるので数が多くなればなるほどそのレイテンシーが、まあえっとまあ、かかってきますよと でそのバッチのスターターヘッドを利用すると、これも同じように、まあ、リードーヘッドと非常に近いんですけれども、まあ、連続しているそのメタデータのオペレーションが来てるなっていうのをまあ検知して、でそれはある程度、クライアントのほまで、あまあ、アグリエーションして、で一つの大きな RPC として MDS に送りますで。送った MDS はまとめて、そのクライアントの方にリターンを返すので、まあ、そのやり取りがまあものすごく減るということになります。 これは例えばその100万ファイルに対して100万ファイルあるディレクトリに対してそのレースマイナス L を実行した時の時間は大体その10秒ぐらいかかっていますレイテンシーとして10秒ぐらいかかっていますでまあそのバッチダヘッドを使うことによってその数,も数自体はその100万回なんですけどもそれをアグリゲーションしていることによって5.4秒に短縮したと。 いったところで、そのネットワークのラウンドトリップを非常に小さくすることによって、まあ、レイデンシーがまあ短くなったといったところがありました。だ、これは今、あのラスター2.16でまあ入ろうとしていますので、あのまあこういったものが最終的にまあ入ってきて、そうすることによって、皆さんのまあアプリケーション、まあ、LS を含んだそのシングルスレッドのアプリケーションとかですね、まあ、そういったものが大きく向上することが期待できるといったことになります。で、あのまあ、これはの私のまとめなんですけども、 IO500 はいろいろ議論はありますけどもまあそれは一つのきっかけとしてまあ多くのラスターの性能の改善というのにもつながっていますよとでまあそれはその IO500 って HPC しかフォーカスしてないんですけどもまあ実際その HPC じゃないまあ実アプリケーションの IO の性能にも非常に貢献していますしあのまあラスターとしてはまあ非常にいいプロダクトサイクルになってきているのではないかなとうう思っていますと、まあ、そのパフォーマンスの制限だったりとかまあ性能のボトルネックの特定 っていうのがまあ非常に明確になりますし、まあ、それに対しての,そのアセスメント、まあ、どういった実装があるから問題だとか、ですね、まあ、どういう実装ができるかと、まあ、比較的その新しいファイルシステムを、じゃあこれがダメだからこっちを選ぶというのも一つの選択肢としてあるんですけども、もただソフトウェアとしてはまだ改善できる余地が非常に多く残っているので、まあ、ラストとしてはちょっとそういったところをまあ非常に取り組んでいきたいなというふうに思っています。 あとまあそのプロトタイプを実装してデモンストレーションするのをしてまあサブミットするといったところでまあその IO500 のランキングでまあこれぐらいスコアが向上しましたということになりますしあの最終的にはまあリ,リー d ンとしてはそううエクサスケーラーを使ってますけどがその製品の中にまあ比較的早く取り込んで,も取り込んでまあお客さんの方うでまあ使ってもらうような形になるとまあいった形でまあ非常にいいサイクルになっているんじゃないかなと思っています。 あの性能向上に関してご興味ありますので、まあ、今後もそのメタデータの性能改善というのはやっていきたいというふうふに思っていますしあの、まあ、バッチド,スタッ,ドあのスタッターヘッドを使うことによって、まあ、CPU の効率非常に上がっていますしそのスタッドだけでゃなくてです、ねまあ他のオペレーションとかもそのフレームワークに乗っけてバッチ化できればいいかなというふうふに思っていますと。といったところであの、まあえっとまあ、今年はもうほとんどないんですけども、まあ、来年以降も、まあ、多くの,その生存向上というのは期待できますのであのご期待くださいと。 以上で私の発表は終わります三原さんもありがとうございましたそれでは質疑応答に移らせていただきます会場の皆様でご質問がある方挙手をお願いいたします今マイクを持ってまいりますので少々お待ちくださいあ,ありがとうございました筑波大の立部です えっと、バッチドスタットアヘッドですけれどもあの、リード DIR プラスで同じようなことができると思うんですけれども、それ,がそれではない別のものを導入した理由を教えてもらいますかいや今まではリード,ーード DIR をやったときでも、そこはあの並列化されてなかったものがまずありましたといったところがあるので、まずそのリード DIR で読んだもので、まずリストが分かるので、それに対するバッチをできるようにしたというところが一つのとこです。 リード DIR プラスっていうのは、リード DIR DI プラス、プラスそれはやってないですね。ハ、はい、ラスターには入ってないってことですか入ってないのか分かんないですけど、まあ、ただその、今回のやつはリード DIR を使わなくても基本的にできるようなものを考えているので、IO500 とかリード DIR を使ってないので、す、ま、べ、あ、てのアプリケーションがリード DIR を使うとは限らないので、それ以外の時にも動くようなものは一応考えているということです。 まあ、リード DIR プラスを導入して、まあ、高速化しあの中でキャッシュして高速化するという方が多いと思ったんですけれども、まあ、それを取らなかった理由ってありますか取らなかった理由は、まあ、リード DIR を使わないケースもあるということを想定して、まあ、やって,るっているとうことですリード DIR しないとエントリー、ね、パスファイルのパスが分かっている人も多分いますよね。そのディレクトリの中を分からなくても そのファイルのパスが分かっている人に対し、ファイルのパスに対して直接参照する可能性はあるので、でも多くのエントリーを参照するためにはリードリアルしないとエントリー名わからないと思うんですけれども、分かっているアプリケーションもあったりするので、それに対しての事実装です。<laughs> はい。はい、あのリードディアルから使える場合は、基本的にはそれにトリガーされてあのできると思うんですけれども、プラスに関してはちょっとわかんない。 その他のごご質問ございますでしょうかでは、スラックから来ている質問もございますので、井原さん、お願いします。スタターヘッドは2.14などにバックポートされますかというご質問を来ております。あはい、2.14にはバックポートはされないんですけども、まあまあ、DDN もそうなんですけども、その会社としてラスターの まあのブランチをメンテナンスしているものがあるので、例えば DDN であれば、2.14ベースをベースにまあブランチを作っているので、まあ、そういったものに対してはあのバックポートしますと、まあ、DDN としては2.14に、エクサスケーラーとしてはバックポートするんですけども、もコミュニティとしてはまあそのバックポートのパッチングをすということは考えていないとうございました